身もいてつく極寒の府中で夢見るは青々とした東京競馬場、日本ダービーへの登竜門共同通信杯に出走するスワーブリチャードのショーの調教師です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。期待馬がいよいよ今年初戦迎えますね。はい。帰ってきた感じはどうですか。そうですね、馬体的にはそう変わりはないんですけどもね、まあ少しずつですけども精神的には成長してきてるのかなという感じですね。前走の、まあ、敗因は、まあ敗因といってもね、まあまあいい競馬できてますし、はい、まあおしまいちょっとねいっぱいいっぱいになって右にこう持たれながら最後にはねかわされてしまいましたけれどもね、まあ内容的には悪い内容じゃなかったと思いますし、はい、その持たれる面というのは矯正されつつあるんですか。そうですね、まあ新馬の頃から、ね、はい、ちょっとこう右に持たれる癖みたいなのがあったんですけどもね、まあその辺も考慮してバグを変えたりハミを変えたりしてきましたんでね、まあ調教ではそういうところ全然見せないんで、まああと競馬行って本当の苦しいところまで走った時にねどういう感じになるか、まあそれも少しずつですけども本当に矯正できてきてるんじゃないかなと思います。馬って難しいですね。右回りの時のあのデビュー戦で右に持たれて、これは左回りのやったらええんちゃうか思ったらやっぱりちょっと持たれるという、まあなかなかね難しいですよね。あれってその先生先にも言葉ありましたけど、ちょっとやっぱり苦しい分持たれてしまうんですか。そうですね、やっぱ苦しくなってくるとその馬のなんですかね、悪い癖じゃないですけどもね、そういうところがやっぱ見えてくるんで、まあいっぱいいっぱい走った時にまあああいう風にねちょっとこう癖が出てしまうのかなと思いますけどね。それもこれからまだまだ体力がもちろんついてきていく中でも矯正されてくるし、そうですね、そのバグでの調整でも矯正されてくる、はい、それはもうレース行かないとまあわからないわかんないですね。さあそれでこのまあレースなんですが、まずこの共同通信杯初戦、年明け初戦に選ばれたのは、そうですね、まあ春のクラシックはねもちろん目標にしてますんで、まあそこからのまあ、逆算もしてますし、まあ、ある程度ちょっとこう、ね、感覚を取りながらあまり回数使わないでねクラシックまで行きたいなと思ってますんで、まあ、東京の左回り東京の広いコースっていうのもねこの馬にとってはすごくいいコースだなと思ってましたんで。じゃあ、今回どのような走りを期待されてますか。まあ、ゲートがね今のところずっと安定できてないんで、まあ、まずはゲートを上手に出ることと、まあ、道中ねまあ、位置取りはね、まあ、ちょっとまだ分かんないですけども、まあ、あと折り合いですよね。折り合いしっかりつけて最後にね長い直線行かせるような競馬が一番合ってるんじゃないかなと思うんですけど、結果にもこだわりつつ内容ももちろんそうですね、まあ、今回は、本当に勝つことに、ね、こだわっていきたいですし、まあ、賞金加算しないとねまだ春のクラシックというところまでね行ってませんのでね、まあ、まずはねその辺もまあ、考慮しながらです。わかりました。期待しております。はい、スワーブリチャードの書の状況でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。